こんにちは、Gです。今回はマンジャロとファイアフォックスのお話。1年前にマンジャロの動画をアップしてるんですが、その後大きなアップデートもありました。設定なども少し変更がありますので、改めて取り上げます。また、ファイアフォックスは最適化についてお話しします。現在のバージョンはマンジャロ 22.02 ラズベリーパイイメージャーのアザーゼネラルパーパス OS から SD にインストールできます。エディションは KDE プラズマを利用します。終わったらラズベリーパイに SD を挿して起動し、初期設定です。ウェルカムウィンドウはかっこよくなりました。日本語を選んで、タイムゾーンは東京、パスワードをタイプして NEXT で完了。デスクトップが暗いので作業がよく見えるよう明るい壁紙に変えます。旧バージョンの時と同じものですね。最初は日本語入力の設定です。インテル版は日本語入力が公式サポートされ、簡単インストールできるようになりました。しかし ARM 版は変更がなく、今まで同様手間がかかります。設定の手順が少しだけ変わりました。ターミナルで画面のようにタイプしてインストール。続いて系統を起動し、画面の6行をタイプ。ホームの階層に .x プロファイルの名前で保存。一度ログアウトしてログインし直します。バイテクス設定で言語切り替えのキーバインドを決めて、日本語設定は終わり。少しだけ簡単になった感じですかね。ソフトウェアの追加と削除を起動。最初に AUR を有効にしておきます。ハンバーガーアイコンから設定を選び、サードパーティータブで AUR サポートを有効化します。マンジャロの標準ブラウザーは Firefox、 メディアプレイヤーは MPV です。好みもありますが、まあ一般的なアプリを入れておきます。検索でChromium と VLC を追加して適用ボタンでインストールします。例によってオーバークロックです。今回は GPIO によるシャットダウンと LED 制御も一緒に導入しました。不要な方はオーバークロック部分だけタイプしてください。ターミナルで画面のようにタイプ。文末に画面の文字列をタイプします。ターミナルでネオフェッチと
HTOP をインストールします。画面のように1行ずつタイプ。マンジャロでは標準で GSwap が搭載しています。 HTOP で確認できます。 4GB モデルなのにメモリ量おかしいでしょう。ただシステムスワップにのみ使用され、目に見えるメリットはあまりありません。ところで別件でお問い合わせがあった件を調べていて、ブラウザーの最適化の手法を見つけました。私の4ギガモデルの場合、 Firefox 利用時には 3.5 ギガ以上メモリーに空きがあります。メモリーにキャッシュできれば Firefox の最適化の一助になるかもと考えました。 Firefox のコンフィグ設定で実現可能のようで試してみました。オリジナルの情報源は画面のサイトです。なお Firefox のバージョンは 97.0.1 です。バージョン情報は設定画面または About サポートで確認できます。早速 Firefox の設定です。 About:config とタイプして、ブラウザー .cache で絞り込んで3項目を変更します。ブラウザーキャッシュディスクエナブルを False に変更して、SD や SSD にはキャッシュしないようにします。ブラウザーキャッシュメモリーエナブルは True のはずです。確認だけ必要です。ブラウザーキャッシュメモリーマックスエントリーサイズを5120から205000に変更。これはエントリーごとの最大キャッシュ量ですが、5メガでは小さいので20メガに変更。今度はブラウザーセッションストアで絞り込んで、ブラウザーセッションインターバルを15000から1800万に変更。この数値はセッションの復元機能のため、15秒ごとにセッション保存します。これ SD や SSD に大きな負担がかかるんです。頻度を1200分の1にして5時間に1度というか、事実上しないように変更。数値入力では入力後にエンターキーで確定しないと変更されませんので注意。終わったら Firefox を一旦終了して再度立ち上げます。変更が反映されているか確認します。 Firefox で About Cache とタイプ。 Only Stored in Memory になりましたね。ウェブのレスポンスが体感できるほど良くなったように思います。ブラウザーの拡張機能はマイクロブロックオリジンのみです。変更の影響を見るのに60時間 YouTube を連続再生してみたんですが、安定していました。現行版は Chromium より Firefox の方が幾分 CPU 負荷が小さいので、この最適化は嬉しいです。マンジャロに戻ります。 CPU 温度計をつけないと。ソフトウェアの追加と削除でサーマルモニターを検索して、プラズマ5アプレッツサーマルモニターをインストール。ウィジェットを追加でタスクバーに設置して設定を行います。サーマルモニターを設定を選びます。プラスアイコンでソースを選んで警告温度を決めます。
アップデートインターバルを15秒ほどにして終わりです。最後は軽い話題を。壁紙いけてないですよね。これキリマンジャロなんでしょうね。富士山に変えて富士マンジャロでもいいかなと思ったんですが、静岡県知事が偉そうなんで他のにしましょうか。もちろん自分で用意した壁紙も使えます。でも簡単な方法を試します。デスクトップ上で右クリックしてコンフィギュアデスクトップ&ウォールペーパーを選択。標準のはあまり面白くないので、 Get New Wallpaper をクリック。たくさんあるんでカテゴリーで絞ります。ここでは KDE プラズマを選択。お好きなのを選んでインストールをクリック。右下の閉じるボタンをクリックして、ダウンロードした壁紙を選んで適用ボタンをクリック。雰囲気が変わって楽しいですよね。ご覧いただきありがとうございました。ロシアの侵略戦争、許せませんね。私、抗議してロシア製品を不買します。でもロシア製品って何があるんだろう。ウニやイクラは普段も買わないし、ヤンデックスやランブレルのサービスは使ってない。キャビアはあまり好きじゃない。マトリョーシカ買わないくらいしかないな。ではまた次回。